7番の辰巳ランナースタート、タッチアウト。ここはキャッチャーのタミヤが刺しました。スリーアウトになりました。失敗です。ここはキャッチャーの神谷から素晴らしい送球が二塁に行きました。村林盗塁失敗でこれで2アウトランナーなくなりました。いやスタートはね、悪くはなかったんですけども、神谷選手のね、取ってからの速さと。ランナースタート、キャッチャー外した、ボールこぼしました。ここバッテリー外してタイミング的にはアウトでしたけども、ベースカバーに入ったショートがボールをこぼしてしまいました。そうですね、タイミングはね完全にアウトです。ランナースタートを切りました。空振り三振、そして盗塁失敗です。ここは三振ゲッツーになりました。ツーアウト、ランナーなくなりました。いやー、辰巳三振に終わりました。いやー、まあ作戦